皆さんこんにちは、インスパイ株式会社の横田と申します。今年は生成 AI のセミナーだらけです。で、去年はチャット GPT だらけでした。つまり去年はチャット GPT ってなんぞやって話があったんだけど、今年はチャット GPT だけじゃなくて、いろんな AI サービスが出てきて、それらをどうやって使ったらいいのっていう話になっているので、まあ一段階ですね、去年は去年で盛り上がったんだけど、さらにもう一段階上に上がってきてるということなんで、今日はですね、皆さんに、この、今日はちょうど去年分のやつですね、ChatGPT っていうのは去年なんですけど、で、今年のものは 次回になりますけど、次回以降になりますけど、どのぐらい世の中が変わってきたかってこともですね、お話をしていきたいなと思っています。はい。では、まずちょっと簡単にですね、私の方で自己紹介というかですね、まあ、自己紹介と言いながら、ちょっと今回のテーマであります、対話型生成 AI っていうものをお話ししたいと思います。これ実はですね、いろんな言い方する人いるんですけど、重要なのは、 AI ではなくて対話型生成 AI この3つ、三つセットで大事なんですね。あの AI だけじゃなくて生成 AI じゃなくて本当は対話型がつかなきゃいけないんですね。この3つセットで大事だということをまず自己紹介がてらお話ししたいと思います。今日皆さん手元にですね、資料ありませんが、後から今日の資料を PDF で差し上げますので、 あの、後で見ていただければですね、あの URL とかクリックしてみたりとかできますんで、今日はとりあえず、あの、被り付きでですね、<laughs> 前の画面見てですね、えー、話を聞いていただければと思っています。はい、じゃあちょっとですね、えー、ちょっと待ってくださいね、ハイブリッド用で、はい、画面切り替えてやります。はい、では、少しお話ししたいと思うんですけど、まず最初にですね、これあの、去年お受けになった方は、去年も同じ話をしてるんですが、ちょっと付き合っていただければと思うんですが、 対話型生成 AI で自己紹介ってに書いてるんですが、まず最初にこちらなんですね。これは2023年1月ですから、去年ですね、去年の1月に、僕は今長岡造形大学ってとこで、情報リテラシー論っていう授業を2014年からもう10年間担当していて、その時のテスト問題なんですね。で、2023年1月ということは、 年が変わる前の2022年の11月30日にチャット g p t っていうのが誕生してるので、誕生して2ヶ月後にテストがあった。そのテストに、もうあの、まあ、情報リテラシーといって、インターネットとか SNS とか、なんかセキュリティとかプライバシーとかね、ちゃんとしましょうよっていう授業だから、当然テストの問題にも、まあ、旬な話題を出そうということで、チャット g p t の問題を出しました。で、当時はですね、まあ、コロナ禍だったということもあって、 え、オンライン授業でテストもオンラインで行われてましたので、これは Google フォームで Zoom を通してですね、このリンクをクリックして皆さんテスト答えてくださいねって言って僕はあの、事務所からですね、皆さんテストお願いしますっていうものでした。なので、当然学生は自分のアパートとかでテストを受けてるわけなんで、周りにノートを見ても僕はわからないし、友達に聞いてもわからないし、Google で検索してもわからないし、 ね、それこそチャット GPT に聞いてもわからないし。なので、もう何でもいいですよと。とにかく皆さん何でも使っていいから、ね、先生でも誰でもいいから使ってもいいから、テストの問題を答えましょうっていうものでした。で、出した問題がこれだったんですね。2番目の問題に、オープン a i っていう会社からチャット GPT が出たんだけど、これによって Google が非常に危機感を感じてる。危機感を感じてた日本語変なんですけど、危機を感じているんですが、なぜかということを グーグルがマイナスに感じる点と逆にプラスにすればどうすればいいかってことを答えようという問題を出しました。上限1000字ですから1000字書かないと×ってやつですね。まあたい8割、800字書かないとダメってやつなんです。皆さんね、あの、こういうテストの問題の時ね、一生懸命文章をつなげてですね、800字ぐらいまでは増やして出さなきゃいけないじゃないですか。で、テストの点数、あの、皆さんやってたと思うんですね。で、当然学生も同じようにやるわけなんですけど、今はね、 このチャット g p t ってやつがあるわけですよ。じゃあどういうふうにできるかって話をしたいと思うんですけど、例えばですね、ちょっとこれ気にしないでください。はい、これ今ちょっと気にしないでくださいね。これ、これなんですけど、これが例えば Google フォームで届いたとします。そうすると、これは当然あの Google フォームっていうのはテキストベースですから、でコピーすることできますよね。 あのメールフォームですから。で、コピーしました。で、チャット GPT っていうサービスを開きます。チャット GPT っていうのは無料で皆さんアカウント登録すれば使うことができます。あのアカウント登録しなくても今使えますけど、これを開いて、新規の作成チャットってところを押すと、新規のチャットにメスあのチャット GPT にメッセージを送信しますかと聞いてくるので、ここにさっきの内容をペタッと貼り付けます。もう貼り付けただけ。貼り付けただけ。で、これで送信ボタン8押します。 そうすると、チャットですから、右側が横田さん、左側がチャット GPT さんで、右と左でチャットにやり取りができるわけなんですけど、そうするとですね、マイナスに感じる点はこうですよと、逆にプラスにするはこうしたらいいですよっていうことをですね、答えたわけです。で、これを見て、僕は、ね、びっくりしたんですよ。僕は当然先生ですから、テストの問題を作るだけじゃなくて、回答も模範回答を作って採点しなきゃいけないですよね。 なので、採点するためには、採点基準っていうのを作ります。これが入ってたら、丸。これが入ってたら、プラス10点みたいな感じで、つけますよね。で、その採点基準を作って、さあ採点するぞと思った時に、待てよと。あれそういえば、チャット GPT で問題解けるかどうかやってみようと思って、僕もやってみたんですよ。そしたら、この答えが返ってきたんですね。あの、1年半ぐらい前に。で、これ見て僕はね、びっくりしたんですよ。やべえって。俺の回答と一緒だと思って。 横田さん、チャット GPT ぐらい賢いんじゃんってちょっと笑うとこなんですけど、っていうのがあって、で、僕はびっくりして、ということは、これを学生が使ったら、全員が満点を取れちゃうと。いうことで、これはテストの採点めんどくせいことになったな、と思って採点してみたら、誰も使ってなかったんですよ。2年前は。で、 こんな真面目な、まともな文章を書く人は誰もいなくて、僕は何々だと思います、高校だと思いますって書いてるはい、バツ××バツとかってやってたんですね。で、なんでかっていうと、この回答に書かれてる内容は、世の中のブログとかニュースとかに誰も書いてないってことを僕が確認してたんですね。実際に Google とかで検索したりとかして、こういうことを書いてる人が誰もいなかったから、テストで出しても、ググっても出てこないわけです、答えが。 誰も書いてないからね。で、友達に聞いても分かる人が多分いないだろうから、そうするとみんな答えれないわけ。でも AI さんに聞いたら答えるわけですよ。で、でも実際には誰も使ってなかった。2ヶ月後だった。僕は授業の中でチャット GPT はすごいから使ったらいいよって言ったはずなのに、まあ生徒はですね、あまり聞いてなかったんでしょうね。誰も使ってなかったんです。これは去年じゃなく、去年、うーん、今年だから昨年、おととしですね。 20年の、21年かの話です。で、去年、去年は、また今年、去年というか、ちょっとややこしいですけど、今年の1月ですね、にテストがまたありました。この時には、さすがに1年ちょっとある、経っているので、テストの問題でチャット GPT 使ってもいいよっていうことを言うと、ほぼ全員使ってました。学生は。そうするとね、先生はね、困るんですよ。これ、みんなまともな文章を書いてくると、 採点するときに、これ、これダメとかで罰とかするじゃないですか。そうしたらね、学生がね、来るんですよ。先生、これなんで間違ってるんですかって言って、いや、だってこれこうこう,こうだからダメでしょとかって言ったら、え、だって僕、チャット GPT に書かしたんですけど、チャット GPT と横田先生でどっちが偉いんですかって聞かれて、いや、俺が言ってる方が正しいんだって言って、生徒は納得するんかって話ですね。 だってチャット GPT ってすごいんじゃないのって先生言ってたじゃんって言って。チャット GPT 間違うのって話になるから。そうすると、本当に正しい答えを僕は見つけて採点しないと、生徒から文句言われた時に答えないわけね。っていうことがあるので、今年のね、テスト、今年の1月のテストは大変でした。採点が。なので、こういうことができるようになったわけです。 で、これがですね、まず今一,一番最初お見せしたのは、対話型生成 AI の生成っていう話です。つまり生成っていうものは、新しく生み出しているので、世の中にこの文章がなくても生成することができるから、だから、今までのググって出る、ググってってわかりますか Google で検索して出るっていうこととか、誰かに SNS 聞いたら答えるってものじゃなくて、世の中に答えがないのに、答えを作り出すことができる。 これができるようになったのがチャット g p t の一つの大事な機能、生成って話なんですね。一つ目です。で、今度二つ目はですね、こんな話です。これは去年の5月に東洋経済オンラインという、まあ、ウェブのですね、まあ、雑誌というか、あのサイトがあるんですけど、ここから執筆依頼のメールが来たんですね。でこんな感じです。 ここにちょっと書いてるんだけどこ、これメールそのままですが、ササイティ5.0っていうテーマで以下の章立てで3000字の文章を書いてください。みたいなのがメールで来た。そのままです。で、この内容を来て、よかったら執筆しませんかって。これだったらうんまですよみたいなね、お仕事です。で、僕はちょっと忙しかったので、あ,あ、いいや、めんどくさいからいいです。みたいな感じで断ったんですね。断ったんだけど、僕はその時に去年の5月ですよ。 今年じゃないですよ去年の5月の時にチャット GPT っていうのはそんなにすごいって実は思ってなかったんですね。なので、えー、自分で書くめんどくさいからいいやって断ったんだけどあれこれ待てよと思ってこれチャット GPT で文章を書けるんかなと思ってやってみたって話ですね。じゃあこれ同じようにこれメールですからメール内容コピーできますよね。メール内容コピーしましたコピー、はい、そしてこれをチャット GPT 開きます。開いてまた新規作成にして こう貼り付け貼り付けってでこれね、えー、以下の内容で書いてくださいって書いてからそのまま貼り付けましたで送信って押すとそうするとこれでなんか書き始めるんですよなんか書いてるじゃないですかで僕こんなに早く入力することできないし普通だったら考えたりとか調べたりしなきゃいけないのに考えも調べもしないでもうタラ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 と書いていくわけですよめっちゃ早いです僕こんなに早くタイピングできないです。 ね、なんか、それっぽく書いてますよね。で、これね、ちゃんと、ちゃんと合ってるし、ちゃんとした文章になってるんですよ。後から僕読み返してみたら。これまとめだから、これで終わったんですね。そうすると、この内容を、ビャーッとコピーして、ビャーッとコピーしてですよ。で、メールにベタたりつけて、編集長できましたって言ったら、編集長を、横田さん、いい文章書けたねって言って、あ、これで OK ですってことになれば、僕、普通であればですね、 これ文章を書こうと思ったら調べたり考えたり打ったりしなきゃいけないので2時間とか3時間かかるんだけどこれだったら1分ぐらいで終わるじゃないですかでもチャット GPT に書かしたって言わないで僕は書きましたって僕もこんな感じの文章を書けると思ったら書きましたって言って出すと編集長分からないからお横田先生これで OK ですってなったらじゃあこれ後で振り込んでおきますねって言われたらねうんまいのお仕事が1分で終わるようになっちゃうんですよ そして今まで数時間でうんまいだったのが1分でうんまいになるとそしたらもっと仕事できますよねと仕事はもっと生産効率上がりますよねって話ですよね。で LI 時代が来たなとこれだったらもうどんどん執筆の仕事できるのにって思ったのに僕はこの仕事を断ってるわけだからそうすると編集長はどうします編集長は横田先生に依頼したら断りやがったよと困ったなと。 あ、そうだ、田中先生書けるかなと思って、田中先生にすいません、えー、ササイティ5.0テーマで書けますかって言ったらねあ、書けますよって言うんで、あ、じゃあお願いしますねって言って。で、書いたのを送られてきて、メールで送られてきて、メールの内容読んだら、あ、OK です。じゃあ田中先生これで OK だから、後で振り込んでおきますねって、あ、お願いしますって言ったら、これで終わりじゃないですか。田中先生ね、チャット GPT 使って書いてたんですよ。 そうすると、田中先生は1分間で、運前のお仕事が終わったことになりますね。そうすると、いや田中先生、いやなんかわかんないけど、初めて仕事来たんだけど、なんか1分で仕事終わったよって、めっちゃラッキーだと思って、田中先生、なかなかいい文章を書くねって言った、じゃあ今度また田中先生お願いしますねって言った、あ、どんどんどん,どん、もう全然できますよとかって言って、どんどん仕事くださいみたいな感じで、執筆の仕事どんどんくださいみたいな感じで。 ってうと、いやめっちゃ楽ちんだ、こんなんで運ん儲かるんだり、一日いくら売り上げになるんだろうって思ってて、仕事がどんどん来てたわけですよ。そしたらですね、ある日、もうここから1年ぐらい経ってますよね。1年ぐらい経ってみたら、あ最近そういえば編集長からなんかメール来ないなと思って、あれ、最近なんかちょっとあの売り上げというか、あの執筆以来の仕事減ったなと思ってたの。どうなったかというですね。ご視聴ありがとうございました。 続きをご覧になりたい方は教材を買って勉強しましょう。まだ間に合う対話型生成 A の最先端に迫ろうということでチャット GPT 編をご覧いただきました。これ4部作の最初の一つ目になります。SEO 対策と SNS 反則に生成 A は必要なわけ。1年で進化しまくったチャット GPT を振り返る。チャット GPT の無料版と有料版の違いとは、チャット GPT を自由に操るプロンプト作成術。 チャット GPT がさらに加速する Chrome 拡張機能、業務改善できる GPTs を無料で利用しよう、自社に最適なアプリ GPTs 作成する方法というテーマで、レジュメ95ページ、セミナーの映像、セミナーの音源3時間14分、スカイプや Zoom の相談1時間がついて5000円で販売したいと思っています。わからないことがあれば、後から質問やアドバイスを受けることもできますので、ぜひ教材を買って勉強しましょう。